マダム。ミスターフライ。散歩に行かれますか？デビルズエイカーはちょうど活気づく頃ですよ。残念だけど、予定は取りやめなければ。まったく、スキャンダルを漁る記者がうようよしているの。一緒にいるのを見られるわけにはいかないわ。その追い払いますよ。片付いたらついてきてください。ええ、でも穏やかにね。報道陣は自分の体に対する暴力についてとても神経質だと評判よ。髪の毛が乱れることもないでしょう。デズモンド。あの連中に俺を追わせられたらそれをやるよ。わかりました。わあ、見て、スクワイア・バンクロフトだ。袋叩きにされる。うまくやったわね。ディズィは自由党員をあしらうためにあなたを雇う。行こう。ここで見られては困るのよ、ミスターフライ。行こうか。お前はいい馬だな。ん？行こう。慌てるな。どうどう。そうだ、行け。場所なの。手を貸してミスターフライ。デビルズエイカーの見どころを回りましょう。ワンちゃんは大丈夫ですか？デズモンドは大丈夫。知らない人が少し苦手なだけよ。あと猫もね。ご存知かしら、この紳士は何だったかしら。そうそう、行商人よ。労働者階級の方のたくましさは驚異的じゃなくて。非常に勤勉なことは確かです。行きますか。そこで代理牧師が言ったんだ。すみません司教様、てっきりあれが正体だと。あの、ごめんなさい、何のお話だかさっぱりわからないわ。ミセス・ディズレーリー、大丈夫ですか？もちろん。もうすぐ口笛が吹けるわ。なるほど。まあ、ミスターフライ、あの男性は絶対に酔ってるわ。きっとそうですね、マダム。何を飲んでるのか聞きましょう。それよりもっといいものを後でおすすめしますよ。
スターフライ、あの二人を見て。ああ、はい、どうやら二人はその…私が二度結婚しているの、ミスターフライ。何をしているのかは百も承知よ。二人に神の祝福を。You like it?あの人は何の肉を売っているの？聞かぬが花です。なぜ？恐ろしい何かなの？おお、ネズミね。マダムの前で不作法をしたくはありませんが、それの別名はワンワンマトンです。着きました。歴史あるワンタンパブです。うん、ではこれがビールなのね。うん、珍しいわ。はあ、いい犬だな。いい子だ、デズモンド。その犬をよこせ。今度会ったら俺の仲間がただじゃおかないからな。よし、デズモンド、ご主人の元へ帰ろうな。ロンドンで最も危険なパブに放置してきたお方のところへ。お父様への気持ちを一度も話していないのなら伝わるはずないでしょ。考えたこともなかった。みんな本当は愛されたがっているのか。そうよ。ほら、お菓子は。デズモンド、ミスターフライも紹介するわ。ごめんなさい、名前が聞き取れなくて。マスカキジョンだ。よろしく。では家にお送りしましょう。そうね、ミスターフライ、おいで、デズモンド。おやおや、犬の散歩屋じゃねえか。なあ、後悔するからよした方がいいぞ。とっても精力的で有意義な午後をありがとう、ミスターフライ。いや、こちらこそ、マダム。これで騎兵の軍服を着た男について教えてくれますか。そうね、お探しの紳士はカーディガン履くよ。うんざりする男、いつも自分の軍事的冒険についてうーんと話してる。彼を見つけて内密に話せる場所はご存知ですか。一応はね、今は町にいて腐敗防止法案への反対運動をしているわ。おそらくウェストミンスター宮殿で見つけられるでしょう。どうか慎重にね。政府にはこれ以上スキャンダルを起こす余裕はないよ。わかりました、この上なく慎重に。終点です、マダム。終点ね。素敵だわ。 ありがとう。素晴らしい時間をありがとう、ミスターフライ。あなたの有能さをディジーに伝えるわ。ああ、すごい。